It's your girl, LGC, also known as Blush Game Chick. We are back playing Yakuza. Yeah, I know. Can I finish talking first? Jeez. Okay, so anyway. Or, also, we'll be talking. Back playing Yakuza, we need to go to the Dojima family office and save my honey. してもらおうか。悪いな。今急いでるんだ。このままじゃ引き下がれないってね。腕っぷしのいいやつを雇ったよ。生きて帰れると思うな。覚悟しやがれ。You take some money. It's your fault. You should never borrow money you couldn't pay back in the first place. You mad at me because I took it from you? Red. What am I on about? Wrong game. Screw you, homie.
I'm gonna borrow money. I'm gonna kick you so bad. There's another drunk guy.組長、キリュウ、組長が弓を無理やり。だから撃っちまったんだ。カッとなっちまって、何発も何発も。弓、弓。おい、しっかりしろ。やっちまった。東商会の。大幹部を錦、弓を連れて逃げろ。何言ってんだ、おめえこそ弓連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は。Why don't you all just leave? 行け、錦。弓を頼む。キリュウは行け。Why don't you just go with them and take whatever path they want to get out? Because obviously they didn't get caught, so it seems to be standing at the beginning of the game. Like that. So we've come full circle. ふざけるな。俺がやった。金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ。伊達君、もういい。よくはないですよ。Oh, obviously he's a cop. I mean, very obvious. やつはこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの構想だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。 That's true. Unfortunately, we've got one cop that wants justice, but I mean, everybody else is crooked. You can't do it. 俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか、そりゃ。Really? 分かってます。約束はしねえぞ。はい。You're so cool. Well, oh, okay. 囚人番号1240。宴会だ。Not his hair, no. I liked his hair. It was so cool. It's still cool, but I mean. 俺は破門でいいのか、俊二。
はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。東条会士三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。Excuse me. So he had a spell. 自分にも分かりません。 So he's getting banished in this case? ただ風間の親さんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。道島組はどうなるんだ。風間の親さんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。Oh, you're tall. 兄貴、ユミさんが行方不明なんです。事件の次の日からユミさん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴のことも。で急に病院から姿を。すいません、風間の親さんには口止めされてたんですけど。おい、時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい、錦のおじきや風間の親さんが。聞こえんのか。シンジ、ユミを頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。てめえ、なんだその態度は。そこ、何やってるか。なんだよ、話せこの野郎。うるさい、来い。あれは、ったく物騒でいけねえな。ほっと、こちらさんも物騒な面してら。なあ、あんただろう。自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね。堂島の竜、堂島組射程頭補佐桐生一馬。何やってんだよお前ら。What? So are you guys all on his side or something? So all of y'all happen to be a part of it. Not a single person in this prison wasn't on their payroll. It's a little Is it gonna be you? Yep. Wait, are you throwing forks at me? Oh, I can block that now. With the RKO! Oh my god, it's over! 誰の命令だ? There's nothing like an RKO, but you know. セラ会長だ。道場会の三代目だよ。なんだと? Really? At this point, it's too late. Just let it go. Let it go. 何が道島の竜だ? あの野郎絶対に生かしちゃおけねえ。俺はまだ信じられないっすよ。あの桐生のおじきが親殺しをするなんて。何かの間違いなんじゃないですか。現行犯で逮捕されてんだ。間違いも何もねえだろうが。Just standing there with the gun. これから組立ち上げさせて堂島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが、組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭も頭でどうけじめつける気だ。
なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば、錦山はどうしてるんですか？さあ、見てねえが、やつがどうかしたか。いや、せめて捕まったのがあいつだったら、話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ちげえね。今からでも茶か持たせて出頭させるか？だから現行犯だっつってんだろうが、ボケ！You just don't like Kiryu, do you? その役にも立たねえな。あいつ、何のために組にいるんだ？そんな、嘘でしょ？嘘って言ってよ。だって錦山くん言ったじゃない。大丈夫、俺が由美を助けに行くから心配するなって。それなのにどうしてこんなことになっちゃったのねえ。錦山くん助けてあげられなかったの？何もできなかったの？どういう意味だ？俺が役立たずだって言いたいのか？いや、そんなつ…お前までそんなこと言うのか！Was like just another few minutes away, and I could have ended it there. I think what I'm gonna do is cut this episode short and then do the rest of chapter 2 into chapter 3 for the next episode. Hair group back. Wow. How long has it been? Did they show the date and I just wasn't paying attention? 囚人番号1240。手紙だ。え？この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。You could cut that tension with a knife. Am I right? Okay, I'll shut up now. Wow. It's been a lot of cutscenes. It's almost like playing a Metal Gear Solid game. で、三代目。今日は一体何の緊急幹部会で。I know. ですから緊急の議題があるそうだ。Tojo clan. お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。Hmm.直系組長の皆さんがいるこの場で、
三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？100億言うたらお前会長を外れにです。やかましか！おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな！登場会2万5000死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かっとんのかよ、おら！島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？この件は登場会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや！そんなんで納得いくか？会長！三代目！会長！More tension. Dude, what happened in the last 10 years? Because I am so stumped. Jeez, more cutscenes. Yo, y'all got about 20 more minutes of these before y'all really do become Metal Gear. お前のいない10年で登場会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、弓のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないことも。スターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。So many questions now. I don't even know anything. And yeah, where is you? What happened to her? What happened with him and old girl after he slapped her in the face? Well, whatever happened, he decided he wasn't going to be useless no more. He said, they not going to call me useless ever again. Watch me rise up, homies. Check it out. Well,we will track him down in the next episode. So, I will see you guys next time here on Gamers Haven, and good night.